こんにちは、トルーパースの山中です。ブルーホースギアのヘリウムウィスパー10スピードダブル SR25 マグポーチ、各色を紹介いたします。こちらのコヨーテカラーとマルチカム、あとブラックなどがあります。で、対応のマガジンに関しては、基本的に G3 なんですけど、メーカーの、実従基準での説明によりますと、SR25、M110、スカー H、M14、AK-FAL などのマガジンを2本収納することができると、実従規格においてですね。で、一応、この未使用時の厚みは約5ミリと、背面はヘリウムウィスパーにより、漏れシステムの対応で、ベルトは4本、横にも1、2で、最後厚めなのが3本目でついております。で、実際にマガジンを G3 系入れてみましょう。逆だっつ。まず入れ方としては、本当はベストにつけた状態がいいんでしょうけど、一応つけた状態こんな感じ。だから、モレーの、これはブルーホースギアのモレーマイナスという独特なデザインですけど、モレーのベルトが1、2、3、4、5、6本あったとしたら、大体2本余るので、ここは別途他のポーチでもつけるなり、明かしとくなりするのが自然かなと。で、付け方としては、このまままっすぐに入れるんではなくて、やや傾けて入れるといいと思います。そうするとですね、最初だけちょっと、これで、激しく運動しても、サバイバルゲーム中でも絶対にスポンって抜けるようなことはありませんよと、いうことです。でですよ、ついでにこちらスカー H のマガジンもあったので、入れて試してみたいと思います。上に片付けてきてくれていいです。ありがとうございます。どうもすいません。スタッフに指示出しもちょっとしておきます。全然いいですよ。普通に話しかけるのね。すいません。感じですけど、もともとこのようにサイズがほぼ同じなので、ちょっと上に出っ張るぐらいで、全然 G3 と何ら変わらず使うことができます。かなりタイトです。あとこれ AK なんかもですね、当然入りますね。AK だと、実際はほぼ M4 と同じぐらいのサイズなんですね。ただやっぱりこういったちょっとした出っ張りとかがですね、あったりするので、その分やっぱり引っかかったりするわけですわ、こういったところ。なので、M4 よりタイトな、あ、タイトじゃない、M4 よりちょっと気持ち大きめな AK、長さは置いといて、それに関してはやっぱり、もともと M4 のサイズをタイトにするための M4 ポーチなので、それ以上キツキツで使うんだったら、若干緩めの G3 系で、AK に関しては使っていただいた方がいいと思います。それでもかなりタイトに、ホールドできるので大丈夫です。あともう1点、こちら SR25 マグポーチ、
ダブルのやつのメリット、通常のこちらのオープントップのマガジンポーチ、コーデュラナイロンのやつですね。それの重量が測りますと、約154グラム、これで。ところがこちらブルーフォースギア76グラム、はい、ほぼ半分ですね、重量としては。こっちの方が全然こう材質もいいし、軽量で、さらに薄型ペタンと、うん、未使用時はね、という感じでございます。はい、まあ、そういうわけでこちら下の方にリンクを貼っときますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。以上、どうもありがとうございました。